こんにちは。えー、今、回はね、この髪の髪毛でお届けしようかと思います。まあ、今、紙をやってもらったばっかりなんですけども、なんか、あの、あれみたいですね、芸能人かなんかのマラソンした人、宮園みたいな人。<laughs> えーとあの今回ね、その安心の安という字でテーマをお届けしたいんですけども、前回、その人というテーマでね、あの人に関わるとろくなことがないけども、人に関わってるじゃんみたいなところが あっったんんででですけけどもてての人に関わわるなってわけではなはい例えば自分の考え方とか行動を脅かすような人とはあまり一緒にいない方がいいかなとたとえそれが金になるからっていう理由でもあんまり一緒にいない方がいいかなと逆に金にはならないけども安心できる人とね一緒にいるべきなのかなと思いますしそういう環境を安心で安全な環境を整えると、まあ、自然に物事はうまくいくんだろうなと思うんですよ。 さあそれでね、今回ねその安心の案の字ですけどもこれよーく見てみると屋根の下に女性と書くんですよね女と書くんですよつまり家の中に女性特にね礼儀正しく作法むつまじく美しい女性がいる家は平安ですよってことらしいんですよで不安っていうのは女性がいないっていうところもありますしなんかそのねだらしない女性がいる家はものすごく不安で でその家に住んでいるうご主人ですとかねお子さんとかねそれからそれにつながる家の人にものすごくねあの争いいを持ち込むらしいんですよまあ昔からその「奥さん」っていう言葉があって現代では差別的な言葉だっていうふうにこじつけられてますけどもあの家の奥にいてねしっかりと家を支えてくれてる人そのおかげで外に出て戦う男性がのびのびと。 傷ついても癒しのある家に戻ってくれるから安心して戦っていける働きにいけるっていうことそういう風なところから始まってるらしいんですけども家に帰ってもねあんたこれやってあれやったよって何給料安いのとか言って怒られたらやっぱり安心して家に帰れないから不安要素がつきまといますよね、えー、そもそも、うん、家っていうのは自分の癒しとかそれからパフォーマンスを回復するために戻っていくところなのになぜか家でもね 家庭サービスとかね、女房高校とか言ってね、家でもなんか <laughs>、かし付かなければならないと思うと、う男性の行き場所はなくなるなっていうところがあるんですよ。さあ、これをですね、一個の家じゃなくて、会社とか組織というふうに見立って,てみましょうか。まあ、吉田さんも経験されてると思いますけども、社長って、基本的にその会社で一番、どしんと構えてね、ええー、まあ、安心材料を社員とかに提供しないといけない立場であり、 まあ自分の一国一城の城ですからね、まあ、そこが自分の根城にならないといけないわけですよねでも会社にいるがゆえに予算の不安従業員の紛争ということで落ち着かないわけですよで争う姿を見たらとても美しくないとなると会社の中に美しいものがない状態つまりはいつも争いに巻き込まれてとんがり続けてるってことですよねじゃあそういう会社からいい商品って生まれるんですかってことになりますよね だってお客さんにはいい顔して、実は内情はメタくそみたいなことでしょ。そんな嘘な商売ないと思うんですよ。ね、売り上げのためには、ちょっと人を黙らかすみたいなこともやるかとかね。いい加減な人もプロモーションに巻き込んで、アトリックスアフィデートみたいなことやったりね。なっちゃうわけですよ。しかも、それをやってる方も、冷静に考えれば考えるほど、いや、これはないよね、とかね。このキャッチコピーは人を騙してるよね。でもコピーってのはある程度そうだからみたいな、 自己弁護のリフスができちゃうわけでですよでも組織である以上ねお客様からのクレームってのは分散するということ連帯責任は無責任って言いますけどねそんなことが起きていって業務上仕方がなかったコールセンターにお願いしますその件については個別での対応をしておりません、まあ、いろんなね姑息な逃げ手段があってでしかも決定権者たる代表は全然 そういった顧客一人一人の対応に出てこないってことになると中間管理職はきついですよねさあでも今一人でやってるとどうでしょうかいい加減なことをやると二度と信頼が回復しないから誠実にやらざるを得ないですよねで誠実にやろうと思ったら自分の力量をあまりにも超えたものはやらないじゃないですかそれこそねなんかこの誰かのコンテンツを売ろうと思って一生懸命ね プロモーションししてててあげてはい売上立ちましたっ,て言っても共同してセールスをしたそのコンテンツを持ってる人がねせっかく吉谷さんが紹介してあげたのにとんずらこきましたって言ったら一緒にやってる吉井さんまで何やってるんですかみたいなことになるし人のの紹介すするのも案外怖いですよね、うん、だからその人が今は信頼できるけどもどこでね自分の都合で撤退しちゃうか分かんないしで連絡つかなくなっちゃうみたいなこともあるわけですよ。そしたらね 一緒にセールスをしてたこっちに飛び火するみたいなこともあってやっぱ紹介した責任もありますからね、うん、という意味で本当に大丈夫な人をしかもゆるーくね関わっていくことになると思うんですよまそのぐらいの関係がいいんじゃないですかなんか一緒にプロモーションするんだけども売上折半ねみたいなことをやらずにねうんお互いのうんなんなか利益のためもしくはお互いの楽しみとか信頼関係のためにやるみたいな、ね もうだから億万長者合宿みたいな関わりがとってもいいんじゃないかなとやっぱり思いますね何の約束もない何の契約もないでもちゃんとやるみたいなね、うん、それはこの緩い関係を壊したくないというところもあるし緩い関係だから壊れにくいってこともあると思うんですよよく「硬い信頼関係」って言いますけどもこの緩さが本当は硬い信頼関係っていうねこう矛盾をはらんだ言葉ですけども真実のまといなんじゃないかなと思いますよね まあだからね何も依存してないし何も依存されてないから不安がないですよね。うん、でしかもこのやり取りってほ、まあ、他の方もね少なからず興味を持って見てくださってるということもあるんでなんか波及効果もあるかなということでなんとねその別のシリーズが始まったんですよ。どんなシリーズかと言いますといいですかちょっとねタイトル読みますよ。アラフィフィなんちゃって長者合宿 新企画第1話っっててのが始まってます <laughs> ちょっとそっちもねリレーがありますんでどこに来るのか分かりませんけども楽しんでいこうかなと思いますこちらの方もねすでに14回視聴されてますんでまあ視聴回数が少ないとはいえこのね、うん、言ってみればそんなにバンバン人気のある YouTube チャンネルからの発信じゃないんですよでもそこに14人ってことはかなり熱烈なファンが見てると思いますんで これはまあ、なかなか面白いなと思ってですね。はい。じゃあ今回は安心の案、不安の案でお届けしました。安心材料、整えてますかいらっしゃい。